回ですけども、皆さんカラーコンタクトってご存知ですか？まあ僕コンタクトレンズは普段つけてるんですよ。視力が悪いんでメガネの代わりにコンタクトレンズつけてて、まあ視力は普通の 1.0 ぐらいに戻ってるんですけど、それの色付きカラーコンタクト、女の子とかは結構ねもう当たり前のように今多分使ってると思うんですよ。メイク道具の一つになってると思うんですけど、男でもカラーコンタクトしてる人たまにいるじゃないですか。まああんまおらへんけど、言っても日常的にあんま見ないんですけど、カラーコンタクト、まあ俺すごい興味があったんですよ。あれってどれぐらい変わるのかなっていう、まあカラーコン一つで本当にかっこよくなったり可愛くなったりできるって言われてるんで、俺もそれつけたら今より上に行けるんじゃないかと思って、ちょっと軽くドンキホーテでお買い物してきました。それがこちら、カラーコンタクト。なんと10万円分買ってきました。まあ、やっぱどれぐらい必要なのか分かんなかったのと、まあ、とりあえず片っ端からつけていって自分にはもう見せたかったってことも込めて、まあそれに動画やし、まあ1個だけつけてもなんか微妙かなと思ったんで、カラーコンタクト大量購入してきましたので、この中のやつをいろいろつけていって自分に合うカラーコンタクトを見つけていこうかなと、そしてカラコンの威力を皆さんにちょっとねお見せしたいなと、まあ俺も分かんないんですけど思っております。そんな変わるんだな、これ。いや、まあ変わるんじゃない？だって女の子あんだけみんなこぞってつけてるわけだから。そうね。なんかそんなに目の大きさ、こう黒目を大きくしたりちょっととか、いろんなのができるわけよ、カラコンって。自分に合うものを使えば。だから、これ一つで、その目が小さいんですって悩んでる人もちょっと大きく見せたりとか、結構自由自在にできる。まあ芸能人とか結構つけとるやん。アーティストの人とか。韓国のアーティストとか。つけますよね、そういうの。ほんまにそんな変わるんかなって俺の疑問で、まあ、俺は普通にコンタクトレンズつけとうから、正直カラーコンタクトに対しての抵抗があんまないわけよ。やっぱちょっとなんか目の中に異物を入れるってなんか嫌や。だから、コンタクトがつけてない人からすればちょっと怖いイメージがあると思う。まあ、その点俺は、まあ、コンタクトレンズをもう普段からずっと毎日も中学生の時からつけてるんで、その抵抗はないんですよね。むしろカラコンの方がかっこよくなれるんだったらそっちの方がありなんじゃないかっていう、ありじゃない、まあ、その普通のコンタクトと比べてどれくらいカラーコンタクト値段が違うのかもちょっとあれやもんな。あー、確かにちょっと高いイメージやな。もちろんどのくらい値段だ。でもなんかでも若い子が普通に当たり前に使っとるってことはそこまで多分高くないやと思うで。あー、確かに、うん、日常的に使っとるわけやみんな。いろいろあるでほんまに。これちょっとブラウンみたいなやつもあれば、これもう分からへんもんな、ね、何かこれとかも。あからさまな色もあるよ。オレンジ、青とかもあるんちゃうかな、普通。これとか青なんかな、これも色的には。わからんけど。茶色とか多いしね。趣味わからへんな。もうこれもなんかよくわからへんしな、このパッケージアニメっぽいから。確かにすごいな。セリフわからへんな、これもうマジで。いや、これちょっと楽しみやな。どう変わるんかっていうのさ、全部わかるわけやん。もう未知やもんな。これとかめっちゃおしゃれやで、普通。これ赤い。あ、赤。赤色の目、俺は青色になりたい。ああ、そうそう、わかる。外国人だ。うん、青色の人見てかっこいいやん。緑とかやろ。そうそうそう。これはちょっとガチで興味がある。俺自体がもうまず黄色の人見もな、かっこいいな。金色。金色ね。かっこいいんですよ。そんな変わるんだな、これって。いやー、赤いちょっとだけだね、やっぱ。ちょっとかな。そのちょっとがでかいかもしれないけどな。まあまあまあ。印象として。まあ確かそれは思うな。まあ動画的にこうやって普通に普段撮った中の俺がつけて明らかに変わったんだよ。それはめちゃくちゃ変わったってなるやろうし、そのアップで見て変わったらダメ意味ないやん。まあまあ、遠目で見て変わるか、このぐらいの距離感で見て、あ、明らかに違うぞってなるんかどうかが知りたいわけ。なんか前一回ラカさんがやっとって結構変わっとったけどな。ジャックすごいんやろな、威力。まあ、目って一番大事だもんな。真っ先に目見るやん、普通人と喋るとき。まあ見るな。だからその目が変わるかどうかの差がすごいんやろな。まあ合う合わないあると思うんですけど、ちょっと軽くね、いろいろ全部つけていこうかなと思います。やっていきましょうか、じゃあ。ではまず、一発目。こちら行きましょうか。このイケメンの男の子が乗ってるカラーコンタクト。これ二つで両目用だしですね。色はレッド。レッド401と書いてますね。赤色の目。まあ、漫画とかアニメが好きやけど、ちょっと一度憧れたことあるはず。かっこいいな。赤目。かっこいいやん、なんか。クラピカ。うん。強そう。日の目やろ。赤い目は、それだけで強そう。うわぁ、すごいな。これどうなるやろ、マジで。まあ、一応これ、度数ありのやつ買ってきてもらったはずなんで、多分間違いないと思いますけども、大丈夫かな、その辺は。まあ、やっていきましょうか。大丈夫でしょう。俺、視力悪いんでね、これ今度こっち外した瞬間にもう何も見えなくなるんで、はいはい、まあ、片目だけでもええかもな、別に。両目つけるぞ。違いが分かるから、こっちとこっちで。めっちゃ合うやつがあったら両目つけよう。そうしよう。相談しましょう。そうしましょう。えい、わ、すげえ、ほんまに赤い。めっちゃ赤くない？ほら。確かに赤。すごいこれ。すごい、確かに。これ、ちょっと怖っ。どうなるやろ、俺。赤目。うん。マジで俺が生まれ変わる。どうやって開けるやろ、これ。あ、これか、これか、これか。赤目って確かに見たことないかもな。うん。なんか PV 撮影とかの時使えそう、これ。あー、確かに。カラーコンタクトだったらちょっと幅広がりそう。はいはい。うわ、来たー。うわー、すごっ。はい、じゃあ、こっち変えようかな。はい、普通普段入れてるコンタクトレンズ、普段入れてるのはこのノーマル、ね、ノーマルね、色なしです。ああ、もう見えないな、こっちが。もう何も見えない。保存液をまた色に手につけて汚れが入らないようにね。じゃあ行きたいと思います。これコンタクトレンズつけ慣れてるんで、ぶっちゃけ鏡なくてもつけれるんですよ、コンタクトレンズ。すごい技術持ってるんだよ、これは。行きますよ。いけるんや。え、あ、入ってない。ちょっと失敗した。でもちょっと違うのいつもの方で行きます。あ、ちょっとこれ見るのはなんか怖い。うわ、入った。え、なんかめっちゃ違和感あるぞ。目がもう見えへん。赤い。どこ入ってない。ちょっと待って。うわー、すげえ。
なんか怖くない？バンパイアみたいな。すごいこれ。俺カメラ捉えとる。え？ほら。でももうこっからじゃん、全然ちゃうから。どなしやもんこれ。だから見えるんだよ俺には。ちゃんと。うわ、どなしてる。すごいでマジでこれ。この顔でしょ、ビビるもん。すごいこれ。違いに分かるな。すごいこれマジで。写真撮っていいか。これすごいな。ちょっとビビっとやけどマジで。でも確かに一発で分かるな。ほんま分かる、めっちゃ。怖いもんな、それでも怖い。怖っ。うわーすげえ。すげえこれ。ちょっとこれ。分かるかなこれ。ちょっと写真貼っといたらいいけど、ええと思うけど、見てこれ。やばいな。やばない。うわー、いかついこれ。すごいこれ。漫画のキャラになれるよ。うん、これはいい。うわ、これ面白いな。これやばいやん。特になんか黒目が片方で赤目が片方だから余計に分かるよな。これすごいマジで。まあどなしやから俺はもうこれ多分つけれへんけど、もう視力が失うから。これでもドアにも変えるわけやから、もう別人になれるな。ほんまに。確かに。すげえ。じゃあ外しますか。あー、おーいいねー、モードチェンジや。これはやばい、面白っ。カラコン、カラーコンタクトって面白っ。じゃあ次、メープルジャム。え、茶色、茶色なんかなんか分からんけど黄色っぽいな、ちょっと。うわー、これはちょっと面白いな。確かに面白い。なんかコスプレイヤーとかがいっぱい。あー、まあ、もちろんもちろんそうやな。レイヤーの人とかな、目の色一つでほんまにこんな変わるんやなっていうのも分かる。お、黄色や。黄色っぽいですね。ほんまや、金色になりますね、ガッシュベル。これはでもな、何年かだったら男もカラコンつけるの当たり前とかなってそう。今のイメージだったらビジュアル系の人とか、うん、そっち系がつけたイメージ。そう、イメージだけど、もうなんかそれも当たり前になっていきそうな気がして、すごい時代が変わっていくの感じるな。いきます、いくで。ここ見れへんな、もう怖い。ちょっと、あ、これドアあるやん。うわ、なんか目でかなったな。うわ、これドアある。ちょっとゴロゴロする。どう、茶色いな。わかるさ。わかるけどな、全然ちゃうもん色。いや、ほんま違う、猫みたいな目に。全然違うやん、もうこれ。もう顔が、これ両方変えた方がいいかもな。これってドアリやから。やばこれ、すげえ。ちょっと両方変えてみようかな。両方変えてみたらほんまに別人になるんじゃん。なんかハーブとか、うん、そう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 、茶色の目って。両方の目を茶色にしたらどうなるのかっていうことね。これオッドアイもできるもんな。赤と青。確かに確かに。俺ゲームとかでよくやるやん、オッドアイ。かっこいいもん。かっこいいやろ、オッドアイは。ピンキーの昔のな、カスタムのチーム名オッドアイだよ。今は泣きオッドアイ。これはおもろいな。すげえなこれ。すごい普通に。いや、前さんとかで結構一人でさ、目が小さいって言われるガチやん、まあ、その前さんがつけてめっちゃ大きくなるっていう感じもあるわけやもんな。一応あるんじゃない、確かに。いや、だからそれちょっと一回やってみたいな。俺は俺でやるから。はいはいはい、取りました。なじんできた、お目に。両方の目をね、いじります、整形。この目、コンタクト入れる瞬間はもう見てられへんよね、ちょっと。うわー、すごい。生まれ変わった。生まれ変わった。猫の目みたいになったな。どう、どっちがいい、正直な感想は。俺はスルやけどな。あ、スルの方がいい。黒のアニメキャラっぽくなるな、単純に。これなしな、これは。いや、ありやけど、全然なしではない。なしではないな。なんかハーフっぽくなるな。すげえ、ほんまになんか目がキラキラしてない。そう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 、キラキラ系の目になるな。どれぐらいその動画的に見て変化があるか分からんねんけど、俺もちょっとこう遠いから見えへんねん。動画的からして分からんな、変化があるんか。いや、でもまあ、結構あるんかもしれない。その直接で見たらめっちゃ違うけどな。もう全然違うって分かるやん。全然違う。いやー、これすげえな、マジで違う。ちょ、いろんな試していくか。試していきましょう。まあ、俺的には青が欲しいな。これ何、チョコクリスピー。これはブラウンか。ブラウンはちょっとあんま変わりそうにないな。一緒ですからブラウンは。やばいよ、サンプとなんかやばい。紫や。うわー、紫はこれやばそう。紫と赤とかのオッドアイめっちゃいかつそうじゃない。あー、まあいかつやな。片方紫ですね。オッドアイ行こう。うわ、これおもろいな。うわー、これもうもろ紫や、もろ紫やん、これも。これマジでいかついやろ、絶対これは。でもなんか普通のコンタクトより変な感じでちょっと若干する。だからそのレンズのサイズが合っとうかどうかっていうのはちょっとわからんな。まあ、市販やから言うてこれ。さらば、黄色。そしてじゃあ、紫、いきましょうか。紫はかっこいいやろな、多分。紫の目ってあんまおらんやろ。そう、おらんやろ、紫の目、そんなやつ。生まれ持って紫の目とかかっこよすぎるやろ。確かに。いきます。うわ、ちょ、俺見えへんから。魔族みたいな。闇の、わかるわかる人に。ちうお、すごっ、魔族や。これやばいな、これわかるかな。カメラで映ったことがわからんけど、すごい。カメラで。オッケー、じゃあ次違うのいきますか。青、青は欲しいな、確かに。いかつやるな、青。両方青にしたいとこやけどな、ほんまは。青はあるで。両方青にしたらもう何も見えへんなるやんな。あ、視力失うっていう。視力失うのきついやん。うわ、これもいい色やな。これ絶対いいと思うわ。外国の人のこれ目にやれるやん、かっこよさそう。目の色ってほんま大事やな、こうやって見たら。動画でやっぱ海外の人かっこいいわな。まあ、生まれ持ってな。でも海外の人たちは黒目が欲しいって言う人もおるかもしれんからな。ああ。ないものねだりやから、やっぱり。日本人はやっぱ黒いから黒がもう当たり前になっとるけど、黒じゃない人からしたら黒かっこいいと思うけどな。確かに。すごいな、これカラコンって。技術が。確かに、コンタクトマジすげえわ。技術がほんま発達したな。目がやっぱでかくなったもんな、カラコン入れたら。
やばこれ何これやばなやばこれやば何やこれやば一番やばくない今まで変化が、うん、もう全然違うからね青なんか青でも分かる自分の目でもう自分の目に青でも若干映るマジでこれすごいぞこれう青目やばいな全然じゃない青目は青目いかつこんな青いんやってくれ青いやんいやいいねかっこいいね青目うんありやな確かに赤より青派やなちょっとじゃあ外しますね青はでもすごい印象変わるなこれ一番変化が分かりやすい変化がすごかったこれはマジでじゃあラストちょっと俺ツートンじゃないですかだからやっぱオッドアイがいいと思うんですよでいろいろさっき見ていった結果、まあ、この金の方は青が合うと思うんですよねうんで緑の方は緑にしてみようかなと思って緑と青のオッドアイでいこうかなと俺の体重計算ちょっと試したいな緑もまたねこれ両方これやってしまうと視力を失うんで何も自分じゃ見えないんですけど視聴者側にはその関係ないと思うんでねこれでいこうかなっていうとりあえず青もう一回付け直しますこれ青やっぱ金と青やろ、まあ、やっぱ合うな、まあ、外人が金髪で青やんだから合うやろ。OK。つけとって、もう青がもうずっとちらつく。生活しづらくてしゃあないな。まあ、ドアリーにしたら全然ちゃうやろけど。だからその PV 撮影とかの時とか、1時間とか2時間やったらこれでいいかもしれんけど、ずっとこれでおるもめっちゃしんどいと思うな。まあ、慣れればどうなんかわからんけど。あと自分に合うやつを見つければどうなんか知らんけど、めっちゃしんどいな、俺的には。まあ、緑もこれ、色いかついな。相当濃い色やで、緑。黄色抜きますね。まあ、もう見えへん、なんも。マジ、今何も見えへんもん。視力悪すぎて、緑入れますと。この緑もいかついな。すごいね、緑。やばいもう見えへんか分からんねえけど俺やばい普通に緑と青はいや生命体やんめっちゃ気持ち悪い違う生命体うーわ何これ何これやばでもあんま合ってないなまあ合ってはないな違うなどれが合うこれにはノーマルが合うかなこれの方がいい、まあ、黒のやったら黒の方がいいかもな確かやっぱオッドアイといえば赤と青のイメージがあるんでラストちょっとこの赤を入れて赤と青ってなんか対応なしとというかさ、はいはい、氷と炎みたいな黒と赤って合うイメージあるんだ色的にもそうそうそう最終形態これでいこうかなシャリンガンも赤やもんなでも視力がないから自分じゃちゃんとなんか楽しめへんっていうのあるな見えへんからカラコンは奥が深いな自分に合うカラコン探そうと思ったらほんまに時間かかるやろなこれこんだけあるやんだろつけ心地とかもしかも大事ですね基本大事大事結局はめっちゃつけ心地悪いよ今これちゃんとつけてたんやんか分からんけどめっちゃつけ心地悪いよこれこういうもんなんかもカラコンってゴロゴロするって聞くしなカラコンはそうなんやフィットしてないみたいな、うん、青と比べてやっぱ赤はちょっとあれやんな弱いでも黒と赤はあったやなどう見てもあーでもえんちゃんこれでオッドアイ完成なんじゃない確かにツートンオッドアイ完成まあ、何も見えへんから何とも言い難いけどはいそんな感じでカラーコンタクトちょっとねいろいろつけてみたんですけどまあこんな感じですよ結構変わりますねやっぱ赤と青ただこれまあ日常生活で使っていくかってやったらちょっと俺は厳しいかなちょっとなんかしんどいもう今外したいちょっと外していいですかあーめっちゃ開放うわ全然ちゃうやんなんかちょっとね青色とか赤色が視界に入ってくるからなんか視野がちょっと狭くなった感じするなこれつけたらなんか不思議とやっぱこれが楽やな全然違うやっぱりいやもう全然違うしますそっちの方自然やな結局、まあ、まあ違和感は覚えるもちろんそれはやっぱりなんか人工的やもんなこのカラーコンタクトちょっとなんていうか、うん、たまにやったら俺はありかなと思ったぐらいでまあちょっと日常的につけていくにはもうちょっとなんか地味なやつちょっと黒目大きくするとかその控えめなやつもあるやん、まあ、今回俺がメインで使ったやつはちょっとなんかド派手すぎるやろ動画、まあ、女の子も多分こんなんあんまつけてへんと思うで、うん、普通にちょっと黒目大きくするとかちょっと茶色にするとか、はい、そういうやつやから多分あこれなんか面白そうコスメコンタクトマスカラアイライナーのように瞳を自然に大きく見せるメイク発想のコンタクトレンズああこれじゃない日常的に使えそうなそれやなちょっとこれやってみようかピエナージュっていうなんかちょっとおしゃれなやつ入ったこれちょっと最後やってみようかなこれがあれなんじゃないかなその普段使いできそうな感じどうやってあげるのこれもう見えへんか分からんなってなんかあ普通のコンタクトっぽいなんか入れ物がこんな感じですこれじゃちょっとつけていきましょうかドアあるんだドアありマイナス 6.0 俺はマイナス 6.0 ですコンタクトレンズまあ結構悪いですコンタクトつけてるとしか分かんないと思うんですけどねちょっとブラウンかなって感じまあでも視力ありやから全然ありがたいと思ういきますうわめっちゃ見える視力戻ったあでも確かに黒目でかくなったなしかもこれめっちゃなんかゴロゴロせえへんこれありや普通にいつもつけておこうんだけど変わらんこれめっちゃいいやんちょっと黒目が大きくなった気がするなまあほんま一回り目がでかくなったなマジで成功ナチュラルでしたねまた色もこれありありやなそれ全然これめっちゃ使いやすいぞあほんまちょっとなんか目がでかく見えるこれでかい方がいいんかな動画的にどう変わってるか分かんないですけど一応こういうのもあるんですよねほんまに自然な感じそれやったら確かにつけとって言われて分からへんもんなこれはまあ常時つけていけるかもこういうの女の子がやっていたことだよちょっと目を大きくするみたいな、はいはい、これめっちゃありやなゴロゴロせえへんし邪魔にならへんからこれまでつけてたら やばすぎてその差がすごいいい感じやこれすごい自然な感じやな俺もこんなふうに長年使っとうけどそれとほとんど大差ないかなっていう感じしますねこれに関しては。これやったら普段使いいけそうですね。コンタクトレンズを日常的に使った俺からしても、これやったら日常的に同じように使えるか。ちょっと目を大きく見せるの、これ普段使いできそうだし。目がしんどくないから、これ。面白いな、これ。コスメコンタクト。今こんなんあるやな。コスメコンタクトっていうワードをまず初めて知ったもんな、俺。というわけでね、皆さんも興味あればカラーコンタクトしたことない人はね、使ってみてはどうでしょうかという動画でした。今回はこれで終わります。ありがとうございました。
最後前さんやったらいいんじゃない、いっぱいあるからさ、やっといたらいいんじゃない今の機会に。グレーやろうかな。どれでいいけども、このピエナージュ同じやつやこれ。あー、それでいいんじゃない、うん、じゃあもうこれ鏡見てきたよ。これはすごいわ、発見やわ、こんなすごいな。僕はヒカルと違って一重なんで、フォークがどこまで分かるかっていうのがあるんですけど、なんか女の子よく言うもんな、コンタクトレンズせいになったらなんか目がしょぼくなるみたいな。今の目これです。前津さんがどれが変わったか、俺もなんかその他人のやつ見んかったら変わったか分からへん。前津さんがどれが変わったかって言ったら、まあ、薄いな違いは多分これ。でも結構それが大きな差を生むやと思うで。これもどうあるわ、前津さんのやつ見て、うわそんな変わったんやってなるか。一重バージョンですかね、ちなみに僕は。俺自分じゃ変化前と見ないと分からんやけど、見ないと無理なんだよね。撮り方もなんか不器用な感じやな、お前さん。無様な顔しとったわ、さっき。無様な顔で撮りよったわ、コンタクトレンズ。光の撮り方、片手に撮るもん。え？無理やもん、あれ。あ、今日やばいな。これめっちゃ良かった。天を見上げるね。いや、これ、番号の人から。番号あるこれ。いや、やばないよ、天。これ、なんなんさ。いや、やめろ。その構え、それ。なんなん、その構え。めっちゃないよ、これ、マジで。なんなん、マジで。持ってないの？勝つか、この構え。どれぐらい変わるやろな。え、お、目が大きかった、ほんまやわ。ちょっとなんか目が大きかった。え、なんか不思議と目の大きさ自体が変わったように見えるな。変わるやん、右と、ま、右の方が目でかいとこない。いや、ないと思う。そんな右の方がめっちゃバッチリないと、なんか幅が広い。どっちがかっこいい。いや、見たら分かる、自分で。どっちも見える。どっちも見えない。そんな、あ、ほんまや、でかい。なんかでかなってない、めっちゃでかいやん、こっちの方が。なんでなん。え、だからこれでかくなったからや。もう一回やってよ、もう片方もつけてよ。どっちがかっこいいと思う。両方つけても分からへんな。両方つけてみて目が大きい方がいいんだったらつけた方がいいかもな。もしかしてワンちゃん前さん、それに人気変わる。いや、まあまあ、まあ、目って大事やからな。人気変わらないんでつけようかな。いや、ありなんじゃない前さん、ほんガチで。いや、ガチの視聴者判断待っとう俺。えっ、つったら前さんもそうやろ、ほんまに。ダサいって思う、普通に五郎丸みたいなルーティンやからほんまに。ダサいってマジで。お前でかなったね。なんなんこれ、すごいな。めちゃくちゃ変わったわけじゃないけど、確かに目がでかいの、ちょっとキリッとしたような感じになるというか。へえ、ありかもしれない。これマジさん、これありガチになるかもしれない。まあまあ、ありかもしれない。何パーアップぐらいやんこれ。いや、もうお前もう 1% とかぐらいやさ。いや、それとせえへんわ。いや、目これ見えるし、確かに俺全然つけ心地。いや、でもなんかその感覚ないよ。女の子もちょっとの目の大きさを変えるのに努力するわけやんって考えたらありかもしれんけど、お前さん、それマジでこれでかっこいいって声が増えるんやったら。でもほんまに、でもめちゃくちゃこれ変わったなってこと変わりはないけど、でもなんかちょっとちょっと上がったからって、そのちょっとの差がでかいかもしれへん。でもその知っときたいのは、その普段のコンタクトとカラーコンでデメリットみたいなのがあるんかは気になるけど、そのカラーコンタクトをやったことによって、こういうなんかその色付きのやつちょっと危なそうなイメージあるけど、こっち系は大丈夫じゃない。コスメコンタクトって回答ぐらいし、全然でも普通に見えとうから。つけてから違和感があんまないやん、これ。鏡で見たらめっちゃ分かるな。遠目で見たらそんな変わるんかなっていう。俺も鏡で見たらなんかすげえキラキラして見えるもん、このやつ。どうやますさん、カラーコンタクトデビューは。いや、まあまあまあ、なんかあんま変化がないというか、俺からしたらちょっとでかくなったなっていうのは鏡で分かるだけで。それは自然なやつやから、はいはい、もうちょっと多分攻めた色とか、ちょっと攻めたやつやったらだいぶ変わるやろうけど、うん、まあ多分素材に問題があるじゃん。マイスさん自身。いや、素材じゃ関係ない。マイスさん自身問題あるじゃん。